久しぶりです。最近お久しぶりの動画ばっかりだね。すいません。ちょっと訳あって、動画投稿またサボってました。訳というか、まあ、タイトルにも多分あるのかな、わかんないですけど、愛車であり相棒である ZZR を手放しました。はい、ありがとうございます。お気をつけて。お見送り。さようなら。バイバイ ZZR。さようなら。悲しい。行っちゃった。ちょっとね、そこに関してのいきさつをちょっとお伝えしたいなと思いまして、そんでもってこれから、まあ、どうしていこうかというお話をさせていただければなと思っている次第でございます。さあ、どこから話しましょうか。とりあえず、まあ、ことの始まりはですね、あの弾丸野郎、新しくチャンネルを立ち上げさせていただきまして、あの弾丸野郎というチャンネルを新しく撮らさせていただいて、まあ、それがサイコロの旅をさせてもらったんですね。なんかもう疲れちゃったんだよね、正直。本当に何とかしてね、まあ、愛着もあるし、まあ、日本一周もね頑張って走ったし、何とかまあ頑張って乗りたいなと思ったんですが、ちょっともういっかと思って、で車検もせっかく通したばっかなんだけど、もう仕方ないと。これはもう申し訳ない、本当 ZZR には申し訳ないけど、ちゃんと直してくれる人に、お譲りして、まああとはもう店名をまとってくれと思い、まあ売りました。それでまあ一応ね、その方、まあ、もう買い手決まってもう引き渡したんですが、一応整備できる方っぽくて、まあ、過去に、何台かバイクレストアして復活させた実績のある方で、まあその方なら、まあ、安心だというふうに、思いまして、引き渡しました。はい。で、まあ、ZZR は、まあ、お別れというふうになりました。なので、これから、ZZR はちょっともう、さよならしましたので、ちょっとまあ、ね、まあ、しばらく大きいバイクはちょっと控えようかなと思っています。で、
ちょまだいろいろあるんですけど、ちょっとこれ僕の不幸なんですが、本当に続くときは続くですよ。本当に今度こいつなんですよ。こいつ白丸くんなんですよ。今度白丸くんが調子悪くなっちゃって、で調子悪ってまあその走るんですよ。走るんだけどタイヤがパンクしちゃって、カブタイヤ直すかって思って、まあタイヤバラしてホイール外して、タイヤなんだタイヤチューブ見たら変なとこから漏れてて、まあ、確実に品質不良っていうやつですよね。品質不良、あんなタイヤチューブのつなぎ目から漏れてて本当にいろいろ苦労しました。ということで、まあ、旅という、旅道楽という、まあ、本来旅をしなければならないチャンネルに対してもうなかなかその旅というものができていなかったです。本当に申し訳ない。本当にありがたいもんで、こんな僕なんかの動画を結構楽しみにしてくださる方もいるんです。本当その方に非常に申し訳なくて、だけどどういう形で、まあ、お伝えしようかなっていうふうに悩んでたんですよ。本当になんかもう結構僕ゴテゴテに回っちゃうタイプなんで、いろいろとだからもう本当にどうしようどうしようって考えてるうちにどんどん月日だけが流れていっちゃって、危ない。あで今に至ってようやくこうやって株が走れるようになったので、まあ元ブログという形でちょっと報告しようと思い今に至ります。ああ本当悲しいわ、いろいろと悲しいです。まあ大したことない不幸かもしれないけど、結構ね僕あんまり結構お店に出すタイプの人間じゃなくて、結構自分でやるの好きだから結局自分でやっちゃうってはってなっちゃうんだけど、それで結構時間持ってかれて、ああと思って、いろいろとやりたいこと他にもあるんでね。僕もまあ、神社の図鑑っていうね神社のブログサイトを運営してまして、そちらもちょっと細々とやっているんですが、そちらをどうしてもね優先的にやりたいと思っているんですが、なかなかそちらもできず、なんかメンタルだけごっそり持ってかれて、まあ今日に至るという感じです。で今後、まあ、どうしていくかっていうと、まあ、本当に気ままにもうなんか気張らずっていう感じで、まあ一応神社仏閣が好きなのでそれは軸に置きたいんですが、まあ神社仏閣ちょっといろいろ動画撮ってみたんですが、ちょっとねやっぱマニアックすぎるからねおもろないんですよ。まあ僕はね自分で予備知識あるから自分で行ってそれを動画にするのは楽しいんですが、ちょっとやっぱりなんだろう、もうマニアックすぎて今ちょっと見てくれてる人たちはちょっともう本当に眠たくなるというか、もう僕も気を抜いたら眠たくなることも あるんで、神社仏閣って結構歴史のことだったりとか、まあ、特にあと、まあ、古事記とかそういうその神話の話とか絡んでくると興味ない人からすると何のこっちゃみたいな話だから、ちょっとまあ動画にやめてたんですが、ちょっとね、いろいろ、考えてまして、まあどういった形で面白く動画にできるかっていうのをいろいろ考えてまして、まあいろいろいくつか思いついたので、まあそれはそれで、実行していこうかなと思います。で、なので株を中心とした、今後旅動画っていう形で、まあ継続はしていきますが、更新頻度はまあ相変わらずという感じで、であともう一つやっぱり僕愛知県出身、愛知県名古屋市出身で、僕の動画全部県外なんですよ。ほとんどが県外行ってばっかりの動画なので、ちょっと愛知県名古屋市周辺、まあ、愛知県の魅力をちょっと取り上げられるような動画を、作っていくことも、検討しております。
なので、まあ、本当に他の県外のいいところプラス、愛知県のいいところを、お伝えして、結構ねローカルなスポットから、まあ、僕ならではの視点で、まあ、名古屋の楽しみ方っていうのをパッケージ化できればなと思います。なので、まあ、これからね県外の方も多く見ていらっしゃってくれているので、なので、まあ、その方にもし名古屋に遊びに来た際に、あ、こんなとこあるんだよというのが伝えられたらなと思います。はい、ということで、まあ、かなりダラダラと喋ってしまって、まあ、本当に申し訳ありません。久しぶりの動画ということもあって、まあ、ただ喋りたいことをただ頭に思い浮かんだ順序も関係なく喋っていました。ですが、またちょっと、ちゃんとした旅動画、うん、面白く、参考になるものを、お届けして、皆さんのお役に立つ旅の参考、もしくは、まあ、旅行に行った気分になってもらえるような動画をお届けできればなと。はい、どうしたのあんた、こんな泣いてと思います。はい、ということで今回の動画はこれにて終了です。ご視聴いただきありがとうございました。そして今後とも、よろしくお願いします。本当にたまに見に来てください。本当にたまに、そうすると何本か動画アップしてると思うんで、それで見ていただいて、まあ、面白ければ、まあ、またね次を見ていただいて、つまんなければ、まあ、コメントでお叱りください。うん、決して見放さないでください。どうぞ一つよろしくお願いします。それではさようなら、さようなら、さようなら。